時間です。私宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々をお招きする番組となっております。東京よりズームでお送りしております。皆様最後まで、お付き合いください。それでは本日も素敵なゲストをお迎えしております。2回目、ですけれども、マッキーことインスタグラムアドバイザーの、城間雅樹さんです。よろしくお願いします、はい、こんにちは。2回目お越しありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、トミグスキ市在住のマッキーです。あ、はい、沖縄です。はい、沖縄です。お願いします。よろしくお願いします。はい、後ほどまた詳しくお話を伺いたいと思います。そして、はい、よろしくお願いします。はい、FM 技能の佐藤真奈です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com です。また YouTube ライブとツイキャスにて映像と音声も配信しておりますので、ツイキャスにてコメントもどしどしお待ちしております。それでは一旦 CM を挟みまして、本日もよろしくお願いします。お願いします。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するピーシャスタイムです。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では今日2回目のご出演ですけれども、マッキーことインスタグラムアドバイザーの城間雅樹さんです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。マッキーです。はい、久しぶりですね。ですね。電話では先週話したけどね。そうですね。はい、はい、最近はまあいつものインスタグラムのお仕事とプラスして、はい、私も参加している主販ビジネス実践会という酒屋さんのグループがあるんですが、はいはい、まあ、そちらの方でもセミナーをやられたということで、私残念ながらその日出張だったので入れなかったんですけれども、はいはいはい、そのあたりも皆さん好評でとお伺いしたので、ぜひ今日も、ね、お話を伺いたいと思いまして、お招きいたしました。なるほど、ありがとうございます。お願いします。先日先ほどご案内した主販ビジネス実践会でセミナーされたんですけれども、はい、やっぱり私もその中の方々の一部の方に、うん、ビューティーセミナーと接客セミナーを一緒に開催しているんですよ、はい、でまあ多分参加された方、私がよくご存知の方々なんですけれども、はい、その中でもそれ以外でも多分インスタグラムどうしようかなとかね、集客したいんだけれども今後今から先ってインスタの時代だよねっていう風に感じられたり、まあ多分世代的にFacebook やっとっていう感じの方々も多いので、まあインスタグラムに対してこうどういう風にしていいのか、どこから始めたらいいのかなっていう印象もあると思うんですが、城間さん、セミナーされた印象というか、まあ、90分か220分ぐらいだと思うんですが、はい、印象的にいかがですか？もうですね、まずは先に今回ね、こういうチャンスでいただいた、ね、手腕ビジネスのボスに感謝っていうのと、あとね、やっぱり セミナーが2回やったんですけど、この日、お昼と夜で。はい。大体20名ぐらい、うん、参加いただいて、まあ、その中には2人で参加してると思ったんで、もうちょっといるとは思うんですが、はい、
はい、印象としては、今やっぱり皆さんのアカウント見てるけど、やっぱりそう、簡単に言うと、やっぱどうしていいか分かんないが、やっぱりすごい感そうですよね。じ。そうですね、やっぱり一番最初、やっぱり印象に感じたのは、はい、やっぱり、そう、やっぱその、ごてごてになってるというか、うん、やっぱ通常業務がやっぱり当然大事じゃないですか。はい、現場の仕事が、接客とか、はい。はい。で、結局やっぱ SNS っていう投稿をしないといけないになってしまって、うん、なんかそこが苦手意識もあって、ごてごてになっているっていうところも、やっぱりどんどん現場の仕事優先順位上がっちゃうんで、はい、書類がどんどんこの SNS の仕事っていう書類が下に下がって、どんどん仕事が詰まって、はいはい。で、やらないとってあげるけど、またこう、ってなって、っていう感じで皆さん投稿していないっていうところをすごい感じたんで、うん、投稿しようとか、なんか、映えてるとか今で言う、なんかそういうおしゃれな投稿しようの意識が強すぎるんで、はい。当然やっぱりね、そういうのが綺麗な投稿できた方がいいんですけど、まずそこじゃなくて、そういうバズを起こすとか、そういうとこじゃなくて、まずは投稿を楽しむっていうところ、うん、もっとシンプルな入り口側なのかなと思って。なるほど。うん、そのね、まあ、バズらるまでもちろん行かなくても楽しむっていうとこなんですけど、楽しむ内容っていろいろあると思うんですよね。で、例えばやっぱり やりがちなのが商品を掲載するところになると思うんですよ。で、それってどうなんでしょう。例えばカフェ行きましたとか、こんな料理食べて、これにはこれですよね、みたいなものとか、その、人らしさっていうかね。うん、おっしゃる通り。やはりこの、まあ、今回、主販ビジネスってことで、主販店さんがメインだったんですが、はいはい、で、これやっぱり、皆さん、入荷情報は綺麗なんですよ。はい。入荷情報、こういうお酒が入りました。入りましたよ。うん、とても写真の撮り方も上手ですし、はい。説明もあるんですけど、はい。それだとなんか、埋もれちゃうんですよね。他の投稿と。似てるし、はい。このお酒って、ここの主販店じゃなくて別でも買えるよねってなっちゃうんで、はい。例えば、イメージで言えば、投稿している中の人が、はい。私は、このお酒とどういうシーンで飲むっていうシーンを伝えていただければ、例えば、熱々なおでんと何かこのお酒って、うん、こういう寒い夜にはいいよねとか、はい、そういうシーンをイメージしてもらうような方法をやることで、ちょっと親近感湧くじゃないですか、キャラクターの。確かに。そこにね、ハマる人は、あ、なんか、ちょっとお酒の相談しやすそう。うん、特にワインとかは、やっぱりそういう好みとかすごいあるじゃないですか。はい、はい。で、例えば、そのチーズも具体的になんとかチーズ出したりとか。うん、で、あ、この人、私の好みと近いわ。だから、ちょうど、友達に差し入れで、ワイン買って、買いたいから、ちょうど、じゃあ、この方に接客してもらいたいっていうところで、リアルに店舗に来店につながる。なるほど。だから、やっぱり、そうですよね。私も接客の中で、物とことに分けて、提案するようにしてるんですけど、うんうん、やはりさっきおっしゃった、その、商品の、新商品の、その、綺麗に写真を撮った人気がない、写真ももちろん綺麗なんだけれども、事柄に沿ってやる、例えばさっきのおでんと一緒に合うのを、これ、こたつの中で熱々に温まりながら飲みたいよね、みたいな、なんかそういうこう、事柄に沿ったものじゃないと人気を感じないので、うん、かなというふうに思いますね。そこにやっぱりこの、やっぱり投稿するにあたって、まず、ペルソナ、うん、はい、誰にこれを売りたいのか、うん、誰に知ってもらいたいのか、この方にいいねを押してもらいたいっていう人を作って、はい、なるほど。それをやっぱり、あと中の人っていうね、僕が投稿する側の設定やって、でそこはやっぱり1対1のコミュニケーションの接客の人ですよ、結局。で、本当にそこでね、知ってもらって、うん、気づいてもらって、そうですね、相手につなげる。であとやっぱ SNS の強いのは、もう今この時代ってホームページとかそのオンラインショップがあるじゃないですか。はい。だからもうオンラインショップで買うっていう手もあるんで。確かに。つなげられますから、ちょっと今買いには行けないけど、
どうしてもこれ見たら飲みたくなっちゃったから注文みたいな。できるわけですよね。そうですよね。あとやっぱりまあ、車の世界とかももちろんそうかもしれないですけど、お酒離れとか、やっぱり車離れとか、いろいろこう離れが若い人たちにこう蔓延しがちなところが今あるので、やっぱりそのインスタを使うことによって、見る年齢層がぐっと下がっていくと思うんですよね。となると、その訴求しやすくはなりますよね。だからこっちが合わせなきゃいけない、お客様に。かなと思います。でね、あと今ね、お酒離れって言葉あったんですけど、実際ね、そういう調査結果も出てるみたいなんですけど、みんながみんな飲まないわけではないんですよ。例えば、佐藤さん、お酒飲みます？あ、飲みます。例えば、どういった銘柄飲みますか？チューハイ銘なの柄。か。何でも飲むのか。そうですね。自分で買うとしたら、ビールとかワインとかが多いかなと思いますね。やっぱ飲むんですよね。で、た大好きだ、です。量も飲まないから、単価が上がってるって話も聞くんですよ。例えば、ウイスキーとか。結局、僕らの時みたいに飲みニケーションが今の時代ないんで、前はやっぱ僕ら上司とか先輩に連れて、まあ、酒飲んで、いろんな人間勉強したけど、今それがないから、家で晩酌を楽しむ。で、外でお金使わない分、ウイスキーだよ、高いの買うっていう流れもあるっていうので、だ確かから、に。若い、そういう若い子をターゲットに作っていく。まずイメージして、そういう人たちは何が好きなんだろうっていう背景を見るとか、どういうシーンで飲んでるんだろうかとかっなてるいう、ほど。こっちで勝手にストーリー作って、その人にいいねを作ってもらいたいっていうなるほど。方向を心がける。だから、まあ、こっち側を見てというよりは、お客様のターゲット層を作って、その状況を想像しながらインスタを上げるという逆ですよね。なんで、例えばですけど、また、例え話ばっかりであれですけども、まあ、例えばじゃあ僕今、独身でフリー、彼女欲しいと。例えば、言葉悪いんですけど、女の子だったら誰でもいいよって言ったら、紹介しづらいじゃないですか。マッキー、彼女欲しいってよ、と。で、あ、じゃあ、うちの友達、例えば、佐藤さんの友達が、うち友達フリーの子何人かいて、マッキーに紹介したいけどって言って、どんな子が好みって言ったら、女の子だったら誰でもいいって言ったら、逆に引いちゃうじゃないですか。確かにちょっと絞りきれないっていうのもありますよね。そう。で、だけどそこで具体的に、いや、僕バスケやってるから、やっぱバスケ好きな子がいい。とか、例えばショートカットがいいとか、ちょっとまあ体型とか言えば、なんか、そういう共通点、なんかそういうね、趣味とかを言っていけば、うちの友達、なれないちゃんが、ちょっと相性良さそうだから、じゃあ紹介するね。おお、なるほど。具体同的。じで、お酒も同じで、その SNS 上でそういうターゲット、しっかり、ターゲットと、この子、この方に飲んでもらいたいっていうのを、しっかり作っていけば、なるほど。だから伝えやまあ、すいですよ。そうですよね。で、紹介する方も紹介しやすいけど、誰でもって言われたら逆に紹介したくなっちゃう。だからね、お酒買いたいって来ても、どんなのが好みですかって、酒だったら何でもいいって言ったら、じゃあ、こんだけある商品の中に、例えば、泡盛だったら泡盛って言ったら、じゃあ、泡盛コーナーに連れて行って、どういうのが好みですか、度数高いのがいいですか、低いのがいいですかって絞り込んでいって、じゃあ、この3銘柄がおすすめですってやれば、お客さんも買いやすい。そうですね。接客の場合もそうしますね。で、一緒ですよね。そう、ペルソナ作ってロープレイやったりするんですけど、お客様のニーズ、ライフスタイル伺って、じゃあこれかこれかこれだなっていうのを絞り込んで、その後に選んでいくっていう手法をやらないと、何でもいいからっていうと、高いのか安いのか、何がお好みなのか分かんないの。次々商品出してもお客様疲れちゃって、確かに。もう入りますみたいな。そしてケンジさんからもコメントが来ております。主販ビジネスのボスですということで、ありがとうございます。多くの方が商品中心のアップになってますね。あ、これインスタとかね、多分 SNS のことだと思うんですが、シーンを中心にした投稿が大切ですね。セミナーですごく刺激になったと思います。マッキーありがとうございますということで。いや、もう本当にボスありがとうございます。今日もちょっと朝ちょこっと電話させていただいたんですが。
そして続いて、ですね、はい、売り手が飲み手のシーンをイメージできているか、まあ、単に酔いたいんじゃない、うん、酔うことで何かを成し遂げたいわけですよね、うん、そこが売り手が把握しているかというのが、ね、大切になってくるんだなということで、うんうん、なんですかね。だからやっぱりね、このお酒飲んでね、なんかその楽しい週末を味わってもらいたいとか、はいはいはい、日頃の疲れを癒してほしい、うん、その時にこのお酒おすすめですって言えば、うん、そうそうそう、いいねってなるし。確かに、でもそういう投稿を最近見る気がしますね。このデートに合わせたお店を紹介するとか、うん、カップルに向けてのお店を紹介するやり方とか、はい、っていうのを昔はなんか、そうですよね、あのそのお店だけを紹介するのが多かったと思うんですけど、例えば忘年会ならこことか、うんうん、そうそうそう、たらこことか、そのシーンがすごく大事なんですよね。だからあのさっきあのマキ打ち合わせの時に言ってたあのハートマークとかリコちゃん、はいはいはい、ちょっとすごく参考になってて、さっきのシーンっていうか、その出てきた人とインスタのギャップ、そう、これがうまく転がる場合もあれば危ない場合もあるんで、うん、そこはうまく、なんていうのかな、もうこれ感覚的なもんなんですけど、あえて使ってみるのもありだし、うん、またあまりね、やっぱり SNS ってやっぱ楽しさを、インスタグラムって好きなものをよりもっと近づけるためのツールでしかないんで、はい、そこにね、文章がまるで終わるような、まあ、ちょっとなんか味気ないというか寂しいじゃないですか。はい、そこにちょっと星マーク入れたりとか、うん、ちょっとニコニコのマーク入れたりとか、うん、っていうところにちょこっと入れるだけでも、あ、おじさん頑張って使ってるっていう話でもなんか、うん、見てる人はおじさんかどうかも分かんないそうそうそう、さっきの話だとその女の子が投稿してんのかなと思ったら、あ、店行ったらおじさんだったとかねそこが、そのまたキャラクター、その人のキャラクターが、うん、あ、そういうのを使いこなせるようになってば、あ、娘から習ってるんだとか。だとかね、うん。そういうキャラクターが伝わればいいんだけど、はい、ちょっと、ね、そういう方にじゃあ接客してもらいたいって言ったら、めっちゃ無口なおっちゃんだったら、うん、ちょっとこっちも戸惑うんで。確かに。この辺もうまく使う。そう、この絵文字の使い方、やっぱり僕もやっぱおじさんなんで、すごい。まだ難しい。そう、で逆に今の若い子って絵文字使わないそうですよ。あ、なんかね、なんかその おばさんのなんかあれが流行ってるとか。おばさん、なんかすごい絵文字使ったりハート使ったりするってこの間テレビで言われた。気をつけようと思いますけど。そうそう、あまりねそこに追いかけすぎると疲れちゃうんで、そうですよね、自分らしさをしっかり忘れずに、あとやっぱり僕ら。逆手にとって僕らそのおじさんおばさんがそういう SNS っていう若いツールを使おうとしてるっていう姿勢を見せた方が僕は親近感あるかな、はい、そうですね、うん、確かにさっきおっしゃってたね、その打ち合わせの時におっしゃってた、うん、そのまあハートとかあのは、まあ、ニコちゃんマークとかピースマークがいっぱいついてて入ったらおじさんだったっていうところって、うん、やっぱりその娘さんから作ってもらって、今若々しい、うん、楽しそうだなと思って入ったけれども、うん、なんか接客してくれなかったりとかね、そう、ゴリゴリのね、そう、もう接客してくれなくて商品のことばっかり言われちゃったりすると、そう、なんかせっかく来たのにみたいな、そう、うん、だね、結局 SNS ってやっぱりその来店してもらうきっかけなんですよね。DM だったりはがきだったりとかチラシだったり、そこの同じ並びではあるんで、それをね、チラシである地上戦なのか、SNS って空中戦になるのか、そこだけの違いなんで、あと、だからもう投稿する側の人間のキャラクターと、うん、あと誰に伝えたいかっていうのでブレずに、やって、うん、あとまあ、今回参加した、セミナー参加された方、ほとんど男性なんですけど、うん、女性の方は僕見てるとありがちなのが、思いが強すぎて、めちゃくちゃ文章長いの。ああ、なるほど。これは Facebook でも Instagram でもあるけど、伝えたいことすごいわかるんですよ、うん。はい。ただあれって3秒で離脱しちゃうんで。うんうんうん。本人だけ熱くなってもうテンション上がってるけど、ここにはそれ伝わらないんで、よっぽどさ。例えば僕とある方に言ったんですけど、富永愛さん。はい。富永愛さん。はい。もう写真だけなんですよね。ちょこっと文章入れて終わり。
で、だからコメントでみんな想像したのコメントで書いてる。あ、まあ、そこまで行くのはすごいやっぱり大変だと思うんですけど、あんまり ね、長く、例えば酒の説明を長く書くんじゃなく、うん、なんかさっきのおでんとこたつでぴったりな、うまい酒ですとか、それで、で、あなたはどのようなシーンで飲みたいですかとコメントにつながるような締め方して、確かに。で、やっぱりこの、インスタグラムっていうのと DM とか、そういうところのコメントとかの、フォロワーとのやりとりをやっぱり、重要視してるんで、はい、コメント数が多いアカウント、方向がね、やっぱりいっぱいあると、このアカウントすごいなんかいい印象を受けるじゃないですか。うん、盛り上がってるなっていう感じが。そう。っていうところをうまく使う、というところ。で、あとは、僕もそうなんですけど、まあこれチャレンジも含めてなんですけど、あの、ライブ配信は一番使った方がいいと思います、僕は。ああ、そうなんですか。結構みんな、あの、なんか恥ずかしいとか、うん、あの、なんか一歩、こうて後ろか、後ろ向きというか、やりたがらないんですけど、結局誰も見てないんで、最初は。うん。で、何か自分の中で勝手にハードル上がっちゃってるだけなんで。だから、まずやってダメだったらやめちゃえばいいし、そうですね。そのプライドと売上向上、どっちが優先かってなって。確かに、売上が大事です。ねえ。うん。だから、まずやってみるのは大事だと思います。でも、皆さんね、あの、すごくいい方、私が知る限り、すごくいい方ばっかりなので、うん、あの、キャラもすごい素敵な方多いじゃないですか。うん、うん。だから、あの、あんまり喋れなくても、出て声とか雰囲気とかで、やっとその人のなんかこう、感じがわかるから、あ、この人だったら買いに行こうかなっていうのは、一番いい宣伝かなと思います。そう。ね、この人柄がまたね、伝わってきて、その文章となんかイメージが合致して、そう。そう。ライバル誌にそう人柄が全く見えちゃうんで。はい、そうですね。うん。で、そのお客さんが実際来店してきたときに、もう向こうは顔知ってるんで、はい、めっちゃ友達みたいな感覚で。あ、そうそう。そう。けどこっちは、こっちはアカウント名しか知らないから、はい、あの、僕が実際そうなんですけど、うん、マッキーって来ても、めっちゃおじさんだったりとか、逆にその若い子だったりとか、あとアカウントによっては男性だと思ったら女性だったり。うん。しかもお時間が1分と迫ってまいりました。まあね、はい、でこんな感じでだからね、今の話の流れで、はい、せっかくだったらねこの話の続きなんかライブ配信とかで一緒にやったら面白いかなと思うんですけど、はい、ああそうですよね、ちょっとこの間二次会やりますか今日すごい時間僕は大丈夫ですよ、やめて咲いてます、やりましょうか今日の続き中盤の8時見てもらいたいですし、ぜひね僕もお話ししたし、はい、8時半にしましょうか、 OK、ライブ配信、いや僕のマッキープランニングのアカウントがライブ配信するんで、はい、始まったら入ってきてください、で僕がリクエストしますんで、はい、ちょっとこの続きをちょっと酒飲みながら、いいですね、はい、じゃあ10秒前です、いい感じ、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、あっという間の30分、またね、あの出ていきたいと思いますが、はい、あの、ライブがその主犯の